デイビッド・ジーン・パーカーは、アメリカ合衆国ミッシュピッシッピ州カルフーン軍出身の、元プロ野球選手。ニックネームはザ、ザコブラ。狂犬の右翼手としても知られた。日米野球で来日した際には、当時の人気漫画、ススめ、パイレーツ江口久志町にも登場している。1970年の MLB ドラフト14巡目で、ピッツバーグパイレーツに指名され契約。 1973年7月12日の対シカゴカブス戦で7回表にルーク・ウォーカーの代打として出場しメジャーデビュー。結果はセンター方向に二塁打を放った。3年目の1975年にはレギュラーとなり148試合に出場して打率。308、25本塁打、101打点と活躍。1977年には打率。 338で、ナリーグ首位打者を獲得。初の MLB オールスターゲーム出場も果たした。そして1978年には打率。334、30本塁打、117打点の活躍で2年、連続首位打者、そして MVP に選出された。チームもこの年、ワールドシリーズでボルチモアオリオールズを破り、ワールドチャンピオンに輝き、 最高の一年となった。守備面でもチームの先輩ロベルト・クレメンテバリの強権で1975年から1979年の5年間で合計72の補い札を記録。特に1977年には保、札26を記録し、この年から3年連続でゴールドグラブ賞を獲得。2度目の出場となった1979年の MLB オールスターゲームでは、7回裏に3塁打を狙ったジムライスと、8回裏にグレーグネトルズのライト前ヒットでホームを狙ったブライアン・ダウニングを、いずれも強権で刺し、この試合の MVP に選ばれた。シーズン終了後には、日米野球で日本を訪れた。しかし、1981年から1982年にかけて、故障で欠場が増え、 ピッツバーグ薬物裁判に関連して、この頃に、パイレーツの本拠地3、リバーススタジアムで、多くのメジャーリーガーが関与した麻薬の密売に、関与していたことが判明。自身のコカイン仕様も後に明らかになった。1983年限りで、フリーエージェントで、シンシナティレッツに移籍1985年には、 戦術の麻薬事件で1年の出場停止処分を課された。この年、打率312、34本塁打、125打点と MVP になった1978年以来の活躍を見せ、MVP 投票でもウィリー・マギーに次ぐ2位となる。翌1986年も全162試合に出場して31本塁打11、116、 打点を記録。1987年オフに、ホセリーホ、ティムバートサスとの交換トレードで、オークランドアスレチックスに移籍。この年は101試合の出場にとどまったが、自身9年ぶりのワールドシリーズ出場を果たす。翌1989年は、ほぼ指名打者としての起用で22本類が、97打点を記録し、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。 その年限りで、ミルウォーキーブルワーズに移籍。1990年もほぼ指名打者での起用で21本類が92打点を記録し、シルバースラッパー賞を受賞したが、若返りを図るチーム事情で、ダンテ・ビシェットとの交換トレードで1991年にカリフォルニア・エンゼルスに移籍。しかし、232の低打率でシーズン終盤に解雇される。 優勝争いを繰り広げていたトロントブルージェイズと契約。13試合の出場で打率。333を残すが、チームは地区優勝したものの、アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズに出場できず、その年限りで現役を引退した。引退後は一時エンゼルスの一塁ベースコーチや、カージナルスの打撃コーチ、さらにパイレーツの臨時コーチを務めた。 球界を離れてからは、シンシナティでポパイズチキンのフランチャイズを営む。ありがとうございます。